ゆうさちゃん、ゆうさちゃん、そろそろ起きないと。やっと起きた。おはよう。何してるかって、それはさ、スライムの俺が可愛い可愛い勇者ちゃんを丸飲みにして食べちゃおうとしてるところ。お兄さんがさ、夜中にお腹すいたなってふらふらさまよってたら、ちょうどいいところに君のキャンプを見つけたんだ。しかもさ、無警戒にスースーって寝息まで聞こえてくる。これはもう食べちゃうしかないでしょう。んじゃ、そういうことで、いただきます。って、おい、暴れんなって。もう首元までどっぷり使ってんだから、諦めろって。ほら、そろそろ体の異変に気づいたろ。全身の力がうまく入らない。これはな、スライムの毒。俺のヌルヌルの体に触れてると、毒が皮膚からじんわりと染み込んできて。ほら、力がだんだん抜けるだろう。体中の力がスーって抜けて、手足がだらんとしてきちゃう。ほら、だらんとして楽にしちゃおう。勇者ちゃん、弱い。これで君のことはゆっくりと溶かして消化できるね。急に慌ててどうした？スライムはね、こうやって丸飲みにして毒で人間の身動きを封じて、体の表面からゆっくりと溶かして食べちゃうんだ。可愛い勇者ちゃんの旅もここで終わり。勇者ちゃんの最後は戦場なんかじゃない。寝てる間にスライムにトロトロに溶かされて終了。勇者ちゃん、情けな。雑魚勇者ちゃん、雑魚雑魚。スライムごときにバカにされてんのに、何そのとろけた顔。ああ、そっか、よちよち。もう毒が頭まで回って怒ることもできなくなっちゃったか。ぼーっとしてきちゃったんだね。それじゃあもう抵抗なんてやめちゃおうね。お口ももう閉じれなくなっちゃって、よだれがだらんって垂れてきちゃってるよ。
情けない顔。怪物を倒すはずの勇者ちゃんがする顔じゃないよ、それ。でも、もっとお兄さんに見せて。その情けない顔、すっごくそそられるんだ。美味しそう。今から俺に食べられちゃうって大変な時なのに、そんなだらしない顔を俺に向けるなんて。ほんと、考えらんない。それじゃあ今度こそ、全身を包んであげる。入った。あ、見て、ほら。俺の体。ほら。綺麗なピンク色に染まってきた。わかるかな？全身少しずつ、薄い透明なピンク色になってきたんだ。どうしてだと思う？それはね、君の真っ赤な血液が、俺に溶け出してきた。勇者ちゃんの体、最高。息が良くて、栄養満点。ドロドロに溶けた勇者ちゃんの体を、お兄さんの体に染み渡る。ほんとごめんな。俺の美味しいご飯になってもらうために、怪物退治の旅に出てもらったりして。勇者ちゃんはこれから俺の体の一部になってもらうから。勇者ちゃんの全身から、スーッて、血や体が、俺に溶け出していくのがわかるだろう。ほら、血液が足りなくなってきた。だんだん意識が遠くなってきた。感じるのは、全身にまとわりつく、トロットロの、心地いい感触だけ。の、気持ち。お兄さんと体が溶け合っていく感触。気持ちいいな。これもさ、毒の影響。感覚が麻痺しちゃってるんだ。痛みも何にもなく、ただ俺と溶け合っていく感覚。気持ちいい。気持ちいいね。ああ、もうだんだん眠たくなってきちゃったね、勇者ちゃん。その心地よさのまま、思いまぶたを閉じちゃったら、もう二度と目が覚めないんだよ。いいの？勇者ちゃん。いいよね。スライムで溶かされていくの。気持ちいいもんね。
それに、もう体も心も、ぐちゃぐちゃ、スライムみたいに溶けちゃったしね。もう楽になった。お兄さんと寝ちゃおうか。ね。はぁ。お兄さんもさ、お腹いっぱいになって、眠たくなってきちゃった。俺は、顔も全部覆っちゃうね。目、閉じて。いいか、いいか。よしよし。まあ、とっても気持ちよさそうに寝ちゃって。初めて会った時の寝顔より、可愛くなったね、ゆうさちゃん。そろそろお兄さんも寝ちゃおっと。もうこれからは、体も心も、お兄さんとドロドロに溶け合って、ずーっと一緒に暮らそうね。じゃあね、勇者ちゃん、おやすみ。